竹チャンネル、登録者数5000名になりまして、本当皆さんご協力ありがとうございました。なんか今日なんかインタビュー受けるそうなんで、ちょっとドキドキしてます。はい、皆さん、竹チャンネルのですね、登録5000人ありがとうございます。5000人も登録いただいたので、もっとその、はい、竹下さんのことを知ってもらおうと思いまして、はい、はい、私の方からちょっと質問を50選ちょっと投げかけさせていただくので、はい、はい、それでは早速いきます。第1問、ご年齢は？63歳です。ご出身はどちらですか？福岡県ですね。そして趣味は？趣味は音楽ですね。歌を歌ったり楽器をちょっと弾いたり。はい、一番好きな食べ物は何でしょうか？ステーキですね。はい、で好きな色は？赤ですね。尊敬している人は？まあやっぱ安倍晋三かな。好きな季節は？冬ですね。田舎からこっち出てきたりして、冬になると家族に会えるっていう、そういうイメージがあって、それでなんか冬がなんとなく好きになりました。ありがとうございます、はい、では学生時代の話なんですが、学生時代、はい、はい、勉強はできましたか？まあ、中学校ぐらいまではね、結構優等生だったんですけど、はい、お高校入ったらもうね、みんな周りがみんな頭良くてもう真ん中よりうんと下でしたね。まあ、久留米大学附設高校ってとこで、はい、まあ、それこそ鳥越俊太郎が5回生で、トム正義が24回生で。では、同じく学生時代なんですけれども、はい、部活動はされてましたでしょうか？大学の時は男性合唱団の指揮者をやってました。あ、はい、なるほど、はい、得意な科目、まあ得意っていうか好きだったのは数学ですね。好きなスポーツは何でしょうか？まあ最近あんまりやってないですけど、ゴルフですね。一番好きな歌は？アメージング・グレースかな。竹下さんというと、はい、本をすごく読まれてるイメージがあるんですけど、月に何冊ぐらい？まあ、積読ですけど、真剣にきっちり読んだ2、3冊かな。ちょっと変わりますが、インドア派かアウトドア派？まあインドア派ですね、今は持ってるスマホの機種なんですか？ iPhone13 Pro ですね、13 Pro。 もうちょっとその子供の頃まで遡りますけど、はい、はい、子供の頃にですね、やっていた習い事、はい、何でしょうか？はい、ピアノ、習字、水泳、うん、それぐらいかな。子供の頃のあだ名は何でしょうか？タケちゃんですね。タケちゃん、いいですね。タケチャンネルでちょうどバッチリですね、はいはい。今現在ですね、持っている、はい、免許、そして資格は何でしょうか？はい、いや、もう普通免許と FP ぐらいですかね。今年買ったですね、はい、一番高いもの。高いの買ってないな。まあ、車検でタイヤを変えたぐらいか。人生の中で金額だけじゃなくて、うん、一番贅沢な買い物は何ですか？贅沢ね、あんまり、実はあんまり贅沢してないんだよね俺。もし時間が出たりしたら、ちょっと贅沢な旅行でもしてみたいなっていう気はしますね。次ですね、最近一番涙した出来事なんでしょうか？はい、それはもう一番直近は菅さんの弔辞ですね。最近逆に一番嬉しかったこと？2番目の息子が無事結婚したことかな。おめでとうございます、はい、次、 YouTube を始めた理由、はい、まさか自分がやるなんてことは考えてもいなかったんですけどね、まあ、やってみると結構面白いですね。いや、視聴者の方がチャットいただいて、それにお答えしたりするのっていうのは、まあ、時間を忘れるぐらい、まあ、楽しいですよね、うん。もしですね、はい、仮に1ヶ月お休みがありました、はいはい、どこに行きますか？まあ、1ヶ月休めるんだったら、やっぱりニューヨークに行って、とにかくニューヨークの、まあ、空気を満喫したいなと思います。なるほど。前からニューヨークに行きたいと思いながら、まだ行けてないんで。竹下さんは毎日何時に起きられてますか？4時半ぐらいですね。ご自身が継続されてる習慣とかあれば？累積投資ですね。あ、30年7ヶ月やってるんで、多分日本人で僕が一番長いんじゃないかな。竹下さんがですね、同年代の60代の方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、もう比べてみていただいて、うん、ご自身とはこう違う点というか、うん、まあ僕が仲良くしてる同年代の人って割とみんなアクティブで、そんなに違うってことはないかなと思うんだけど、まあでもなんか一般的に言うと、やっぱりこう身体的な特徴ではあんまり、もう60代ってあんまりまだ老けてないんだけど、うん、頭の中ちょっと硬直してる人多いかなって気がしますけどね。では、竹下さんが今、はい、一番会いたい人は誰でしょうか？安倍晋三かな。なかなか僕合わないですけど、証券会社時代に安倍さんと2回名刺交換してるんですよ。要するに自民党が民主党政権で政権から、まあ、
転がり落ちてね、安倍さんの、はい、名刺も衆議院議員安倍晋三っていう、そういう名刺で。では、今、一番注目している人物は誰でしょうか。高市早苗ですね。証券会社に関してなんですけど、はい、なぜ竹下さんは証券マンになられたのかって教えてください。まあ、あの学生の時はちょっとあんまりあのいい加減で、あのちょっと就職活動そろそろやらないかんなと思っていたら、たまたま大学の先輩2人から声かけていただいて、その2人とも証券マンになったんですよ。はい。でお前はもう証券の申し子のような男だから、もう証券会社に来るしかないよって言われて、本当かなと思いながらねまあでもまあ銀行じゃねえよなと思って、はい、まあじゃあやってみるかって言ってみたら、結構人事の人とか面白い人が多かったんで。なるほど。まあそれで国際証券入りましたね。ちなみに証券マンのお仕事は楽しかったですか。いやもうそれは楽しかったですよ。うーん、まああのマーケットはそれはもう90年代以降はもうずっと悪かって大変ではありましたけどね。はい。まあ、でも基本的にはあの証券の仕事は極めて楽しかったですね。一番の、うん、あの仕事での失敗談。難波の支店長やってた時に、はい、まあお客さんから電話で取り次いで、店頭の女性のその子が電話で、まあ、取り次いだ注文が、まあ、結果として誤発注になったんですけどね、はい、まあ、でもそれはお客さんにも、実はお客さんの言い方にもものすごいあの本当はあの誤解を招くような言い方をしたんだけども、まあ、1回の取引が5億円ぐらいの取引を、はい、まあ、するはずないじゃないですか。そうですね。でもそれ発注してそれ約定しちゃったんですよね。まあだからそういう意味であの支店長としてその部下の管理不足ということで随分お仕置きを受けたっていう記憶がありますね。証券マン時代の辛かったこと、うん、事業法人部時代とかにやっぱりその私とものすごくあの親しくあの担当あの先方の会社さんの担当者の方が一生懸命やってくれてた方がおられたんだけれど、まあ、バブルが崩壊してですね、まあ、運用してた特金なんかが大きなマイナスになって、で結局その方会社で、まあ、あの左遷されちゃったんですよね。あ、まあそれがもう一番辛かったですね。なるほど、うん、だってその人のせいでも何でもないからね、誰かのせいにしちゃうんですよ組織っていうのはね。では証券マン時代にですね、役員になられて、うん、その役員の立場で心がけてたことってありますか。そうですね、まあ別に役員になろうがなる前がずっと心がけてきたのは、自分の心に嘘をつかないってことですね。まあとにかくお客さんにも社員にもあの嘘をつかないということですね。これちょっと下世話な話になるんですが、はい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 、お客様で、うん、その担当したお客様で、はい、一番その資産が、まあ、資産背景が多かったお客さんって大体どのぐらいですか。何億円くらい。あ、まあ、やっぱりこれオーナー社長とかオーナー社長の奥様とか、一番多い人は1000億円ぐらいじゃないかな。ちなみにあの証券マン時代の初任給っておいくらでした。あ、昭和58年の初任給って、はい、これな16万とか17万とかそれぐらいかな。意外に今とそんなに違わないでしょ。資産家とですね一般人、はい、あの富裕層と一般人、うん、お金の価値観で何が一番違うと思われますか。まあ本当のお金持ちは、まあ、無駄遣いしないですよね。うん、うん、だけどまあここっていうところはきちっと使いますよね。なるほど。で、まあ、一般の人はどうでもいいところにちょっとずるずるお金を使っちゃって、結局お金がないっていう、まあ、そういうことなんじゃないかと思いますね。ありがとうございます、はい、投資をする上でですね、うん、影響を一番受けた人ってのは誰でしょうか。心がけっていう意味ではやっぱりエリオットの宮田さんかな。ご家族やあのお子様、うん、お金のお話とか教育とかってされますか。お金はねものすごいやっぱ大事なことなんで、使い方をしっかり自分で考えて使うんだよと、貯めるだけはダメだと、それからまあ累積投資を必ず社会人になったらやらなきゃいけないよってことを子供の頃から言ってました。ちなみに投資歴は何年目になるんでしょう。初めて株買ったのは新入社員の時に、川崎製鉄1000株買いましたね。1983年からだからね、40年弱、はい、39年ぐらいになるの。得意な投資はもう累積っていうことでいいんでしょうか。まあ、これは得意とか 得意じゃないっていうよりも、地味だけども継続できるかできないかっていうだけなので、別に得意っていうことではないでしょうね。ただ、うん、あのどんなにダメな時、まあ、大体あの私と同じように累積投資周りで始めた人いっぱいいたんだけど、みんな途中でやめてますから、
だからその途中で辞めた時に続けた人が一番結局資産を増やすんですよね。ちなみに投資にあのおけるですね、あの勝率何割ぐらいっていう感じのイメージ、まあ、勝率ってあの正直その証券会社にいた頃は売り買いしてませんでしたからね。ただあのストックオプションでもらったやつも損出しは1回しましたけど、それ以外は損で売った株ってほとんどないんじゃないかな。あ、今持ってる銘柄はもうあのこの相場でもほとんど全部含み益ですよね。皆さん多分興味あると思うんですけど、送り人になるためにですね、はい、一番大切なことって何だと思われます？やっぱり成長しそうな国の投資信託だとか、あるいはこの株はもう成長してるなっていうような株に、まあ、毎月一定額の、まあ、累積投資を続けてやるってことがもう結局は一番の近道だと思いますね。やっぱりあの長期投資の累積と短期とお金を分けてごちゃ混ぜにしないでやっていくってことが一番大事なんじゃないでしょうか。ズバリお金を貯め込む高齢者に一言お願いします。メイドまで持っていかないんで、持っていけないんでね、どんどんあのお子さんとかお孫さんにどんどん贈与したらいいんじゃないですかね。まあ使うんだったら使ってもいいですよね。では逆に今のですね20代とか30代、はい、もしくはその10代の若い方に、はい、一言お願いします。はい、あもうそれはもう竹チャンネル見ていただいてですね、地道に累積投資やってください。ぜひ皆さん見てください、はい、毎日配信してるんでよろしくお願いします。はい、はいはい、では竹チャンネルもですね、男性の40代50代60代の方が非常に多いんですよ、うんうん、その方々に向けてその資産を作れるのかっていうそのアドバイスをですね、竹下さん目線でお願いできればと思います。まあやっぱり50歳からあの例えばまだ1000万も500万もないっていう人も世の中にはたくさんいるんで、はい、もうそういう人でもね、やっぱりまずは1000万とか2000万になるまではあの少しずつやっぱり累積投資をやっていくってことが必要 で実際まだ人生100年が当たり前ってことになると、50からでもですね20年投資したってまだ70歳なんですよね。20年あればね、本当にあの真剣にあの長期投資考えたら資産10倍ぐらいにする可能性っていうのは十分あるんで。歴代の政治家で、はいはい、一番好きな方は誰でしょうか？はい、それはもちろん安倍さんが好きだけど、まあ、やっぱり、はい、あの明治時代の陸奥宗光。では現総理のですね、岸田総理に一言お願いします。はい、ここから勝負かけて、で安倍さんの外交を自分が引き継ぐってああやっていろんな人に言ってるんだったら、安倍さんも良かったり岸田さんもその負けんぐらいいいなって思うような思い切ったねことをやってほしいなと、そんなふうに思いますね。今一番注力してやってること、うん、それはもう YouTube で配信するためにいろいろ勉強してることが一番ありがとうございます、はい、では最後の質問です、将来にお金の問題で不安な人へ一言最後お願いします。不安だと思ったからといって、不安が解消されるわけじゃないんで、不安ならもう今日から累積投資をやることですね。ありがとうございます、はい、では以上でですね、竹チャンネル登録者数、5000人超え、お礼も兼ねたですね、はい、竹下さんを知ってもらおうというですね、はい、質問50選、はい、以上となります。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には僕の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。